中または大中華地区とは、漢民族の文化的特色が支配的な地域の総称。通常は、漢民族が多数者として定住しており、中国語が主要な公用語となっている中国、香港、マカオ、台湾の各地区を指し、中国語圏とも呼ばれる。場合によっては、歌人、華僑が人口に占める割合が多い地域を含める場合もある。 中華圏を特徴づける主なものとしては以下のものが挙げられる。もともと中国、韓民族は中原を中心として拡大、膨張しながら発展してきた歴史的経緯があり、どこまでを中国とみなすかは非常に曖昧であった。そこに厳密な国境線確定を要求する近代国家概念が西洋から持ち込まれ、さらに列強による侵略や中国共産党と、 中国国民党の内戦、対立の結果、複数の領域に分断されたこともあり、協議の中国と対比的に、漢民族が支配的な地域全体を包括的に指し、政治的な意味を避ける用語として定着した。英語圏で使用されるクレーターチャイナという呼称は、本来、中国歴代王朝における中原を中心とした、漢民族の居住地、直接支配地域である、 チャイナプロパーに対して、作報告も含めた支配地域全体を指すごとして用いられた。1944年のアメリカ合衆国のプロパガンダ映画、ザ・バトル・オブ・チャイナにおける中国の地図。満州、モンゴル、新疆・チベットは中国本土と明確に区別されている。中華圏という用語は少なくとも1930年代、中国本土に対する概念として、 清志帝国が支配していた領域全域を指す用語として常時ッシーにより用いられていたことが分かっている。1940年代のアメリカ合衆国政府においては政治上の用語として中華民国が自国領土と主張した清志の支配領域、さらには中国の政治的国境の内側にあるか不明確であるが、 地形学的に中国と関わりのある地域を含む用語として用いられていた。中華圏という概念は1970年代後半に中国語の文献において再度使用され始めた。この中華圏は現在の中華人民共和国と香港の経済交流の活発化を示し、中華民国の台湾への経済影響進展の可能性を示すものとして1979年に 台湾の雑誌、チャンクオで初めて用いられた。英語圏における中華圏という用語は1980年代に再度使用され始めた。この時の中華圏は政治統一の可能性とともに地域内の経済的結びつきの強さを示す意味の用語として用いられており、欧州連合や東南アジア諸国連合のような実在の機関や結びつきを示す用語ではなかった。 中華圏という概念は、経済的に密接な関係にある複数の市場をまとめて一般化した用語であり、主圏をそのうちに暗示する用語ではない。現代の中華圏の概念経済用語としての中華圏の使用法として、中華圏を対象とした株式資本や共同基金が数多く存在する。例として、ING グループはその資産の80%を中華圏に投資しており、 ING グループによれば、その定義は、中華人民共和国、香港、マカオ、中華民国からなる地域である。同様に、ドレイァスグレーターチャイナファンドは、主に、中国、香港、台湾で取引をする、もしくはこの地域から、資産や総取引額の大部分を得ている企業に投資している。同様のことが、JF グレーターチャイナファンドや2009年2月以前の、 HSBC グレーターチャイナファンドにも言える。この他にも同様の例は、埋挙に暇がない。中華圏という用語は、台湾の政治的地位などの繊細な問題を避けるための用語としてよく用いられる。中国再統一支持者の中には、中華圏という用語は、中華圏という用語の指す地域が、本来の中国の領土ではないことを暗示しているとして、用語使用に反対している者も,もいる。 多くのアジア人にとって、中華圏という用語は、第二次世界大戦中に第二本帝国によって掲げられた概念、大東亜共栄圏を思い起こさせるものである。中華圏という用語が再度使用され始めた1980年代当時、この用語は、本土中国人への興味を示すものから強い反対にあった。学者による典型的な反対として、次のようなものがある。 国家的見地から私たちは中華圏という概念を拒否する。法的見地から単に同じ言語や文化を共有しているというだけで異なる国家を一くくりにして取り扱うことはできない。同様に大多数の東南アジアの佳境はこの中華圏という概念を拒否するだろう。しかし台湾はこの中華圏という概念を好んでいる。彼らは 中国発展へ投資するためのビジネス用語として捉えている。西洋の学者は海をまたいだ中国の成長に関する誇張されたデータから中国をより強大であると捉え経済成長モデルを組み立てている。この問題は政府同士の関係のレベルで検討されるべきものである。私たちは物事をビジネスの問題として捉える。加強は 愛国的であるがゆえに海を渡るのではなく、投資利益を得るために海を渡るのである。私たちは中国本土の民と華僑に明確に区別をつけることが必要である。ファン・カンハング、諏訪島大学教授、ありがとうございます。